ソフトバンク期待の大砲候補、中日へトレード移籍の可能性も。たびたびトレードの噂もされているソフトバンクの砂川リチャード選手、今季も2軍では打率2割2分5厘ながらホームラン19本、 OPS0.885 と凄まじい成績を残しています。そんなリチャード選手ですが、9月21日付朝芸プラスの記事内での球団関係者団によると、球団の親心で移籍させるプランが進んでいるよう、落ち着いてプレーできる環境に行けば1軍でも必ず能力を発揮できますよとのことで、同じくロマン砲であった細川選手が中日で開花したことを挙げ、中日のように選手層が薄く使ってくれる球団に移れば心の余裕も出てきますよとも述べ、中日へ移籍の可能性も示唆しています。正直発信元からも記事の信憑性はかなり薄いと思いますし、それよりもまずは鵜飼選手やブライト選手あたりを一軍戦力に成長させてほしいとの思いもあります。しかし今シーズンはオフからいくつものトレードを連発してきた立浪ドラゴンズ、全くありえないということもできません。今後もドラゴンズの動向には注視していきたいですね。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見等お気軽にコメント欄に書き込んでください。ご視聴ありがとうございました。